メッツ監督藤浪を絶賛、打者にアタックしていた。メッツの面倒さ監督が、藤浪晋太郎投手の好投について試合後コメント。課題としていた制球についても、とても良くなった。プレート周辺を使って打者にアタックしていた。良いカウントを稼ぎ、彼の持ち球で打者をアタックしていたのを見られて良かったと評価しました。アタック、物理。積極的に攻めていったんやろなぁ、監督。でもマイナースタートね。後半戦になると絶対故障する選手出てくるから、前半戦はマイナーでいい。ワールドシリーズ決勝にピーク合わせるのが得策。藤は相変わらず面白い話題ばかり提供してくれるなぁ。すごく良くなったけどなぜ良くなったのか本人もわかってないからそのうち、すごく悪くなったになる。前回悪かったからだろ。藤の中で、こややばいと何かが発動すると、ピシャリと抑えファンが覚醒したかと期待すると次回打者にぶつける、いつもの藤パターン。次が本当の勝負よ。1戦目でファンを安心させ、2戦目でアンチを安心させる、気配りのできる男、それが俺たちの藤。